なこんな話してたら元町に来ましたね。元町ですよ。わあ、いやもう街並みもクリスマスですね。本当だ、本当だ、本当だ。そんなクリスマスのね、さっきかぶったね帽子。脱いちゃったね。脱いちゃった。なんかね、実は中に、今日持ってきたんですよ、お題を。おお、なるほど。新さんからね、聞いてもらおうかな。何が入ってるか全然わかんないけどな。はい、読みます。クリスマス、こんなプレゼントは嫌だ。はいっつって、いやこんなプレゼントは嫌だ。はい、ね、お金をもらう、これはどういうことでしょうね。いきなりね、プレゼントないで欲しいっつって、その女ね、お金持ってたからね、シン、どうせ自分欲しいもん買った方がいいでしょっつって、ね、お金渡してきてね、悲しい、バカ野郎っつって、それ悲しい。そういうことがありましたね。ありました？あったんだよ。そう、その子異様に金を持ってて、多分異様にお金持ってる、家が金持ちか羨ましいんですけど、キャバクラ頑張って働いてたか知らないけど、とにかくお金持ってて、いきなり誕生日に何欲しいって言われて、うん、これっつったらそのままお金渡されたの。それやだわ、それちょっと絶対やだ。じゃあ、じゅんさんのクリスマス、はい、こんなプレゼントは嫌だ。こんなプレゼントは嫌だ。そうね、クリスマスってさ、うん、どっちがいい、このサプライズされるのと、はい、うん、欲しいもの。私はサプライズが嬉しいですけどね。そうなんだ、うん、でサプライズももちろん嬉しいけどさ、うん、大体困りますよね、男の人ってね。そうなんだよね、意外と欲しいものの方がいいのかなっていうふうに思っちゃってて、うん、最近、うん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 、プレゼントせっかくするなら喜んでもらいたいし、使ってるものがいいとか。そうそうそう、だから真のさっきのお金の話は究極にいっちゃうんだけど、うん、でも意外と合理的で、まあまあ欲しいものをちゃんと買えばいいっていう、そう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 、一緒に買いに行くってね、そうそうそう、っていう意味では、まあすごいトゥーマッチな言い方だけど、サプライズじゃない方がいいんじゃないかっていう、なるほど、結構思っちゃうんだよね。難しいよね、プレゼントってね。そうですね、うん、こんな感じで次も行きましょう、うん、はい、おお、俺引き分かんない、また骨柄やだシリーズが出んのかな、俺。本当にやったびっくりする話、びっくりする話、うん、まあ俺は、はい、中学生の時の話なんだけど、うんうん、まあその時電車で通学してて、はい、で同じさ電車に乗ってる人とかよく見る人とか出てくるじゃん、はい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 、で女の子もいて、まあ俺はその子知らなかったんだけど、向こうが俺のこと見てたらしくて、うん、いつもの駅で降りたらクリスマスプレゼント渡してた。そこで初めて知ったんだけど、すごい、それはね、通学がカバンだったんだけど、あ、プレゼントそうそうそう、通学カバンで、俺がボロボロのカバンを使ってて、かわいい。ちょっと恥ずかしい気分になったよね。バッグ来たね、そう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 、っていうメッセージなのかなって。でもずっと見てるってことですもんね。まあね、もう嬉しかったですよね。わかる、でもその気持ち、なんか私のマネージャーさんの、どうは、M さんの中尾って言っちゃったよ。ちょっとボロボロのカバンを使ってて。あ、そうだ、ヤミあげたんだよね、私誕生日にプレゼント。あ、そうなんだ。そうだそうだそうだ。その子の気持ちわかる。喜んでたね。あ、なるほどね。俺らのマネージャーの T さんもそうなんだよ、はい、うん、ボロボロのボロボロというか、はい、データ旅行カバン、キャンペーンとか200分の、はい、キャリーバッグ、はい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 、背が高いんだけどすっごいちっちゃいの使ってて、なるほど、あれね、あげたいんだよね、背が高すぎてキャリーバッグ引くのにちょっとこうなってる。そうそうそう、じゃあ次の誕生日はキャリーバッグ。そうだね、そうだね。俺流、私流クリスマスはこういう風にでコーディネートされたい、したい。まあデートコースですね。なるほど。クリスマスか、うん、コーディネート、まあ今日みたいな感じですよね、うん、港に来たり。でもなんか基本行ったことないとこ行きたい、俺。
あー行きたい、うんうん、2人が行ったことないとこなんか タンクスするみたいな。いい、超いい。タンクスいいよね。タンクス、タンクス、探索か、探索、探索みたいな。でもね、そう、確かにいいかも。探索好きかも。探索いいよ、うん、でもさ、人によってはさ、うん、男が知らないで、うん、自分もあたふたしちゃうじゃん。あー、それが男としてはいいのかなっていう悩み、そうだみたいなあってね、なんか番組でね。それってどう？それをなんか変に知ったかぶらなければいいと思う。なるほど、もう自然になんか最初すごい知ったふりしてバーッとかってやって、で、後でトラブって、うんうん、お前がもたもたしてるからだよとか言われた日にはもうちょっとできますけど経験者は語る状態ですよ。いいね、鶴さん鶴さん出てます。お鶴さん語りますよ。そう、だからなんかそれがごめん、俺もわかんないんだけどさ、ちょっと一緒に地図見てくれるとか歩み寄る感じだったら全然いいです。なるほど。だってそれは知らないんだもん。そりゃそうだよ、ね、うん。かといってほら、男の車庫入れが下手だったら嫌でしょ。これ ね、 ね、スキルはね、意外とかないとね。重要だよね運転がいまいちとかっていうのは。危なっかしかったら絶対乗りたくない、ね、なんか頼れないっていうのは、ね、あ、頼りたい地形とかね、うん。なるほど、なるほど。いる？いる？いるんで。それはちょっと近所のスーパーまで。なるほど。つるさん言いますね。いいね、そういうの。ここの港未来いいよね。うわ、すごい。これやばい。見せてあげたい、みんなに。赤レンガ取り面ぐらいから見るのいいよね。この左いいな。旅館は来てほしいね。どうしよう。いろんな意味が込められて、横浜に3人で寄ってたくなって、横浜来てほしいよって。来てほしいよ。なんか愛がある。横浜でイベントとかやってもいいのかもしれない。そうね、これを見せてあげるイベントいいね。そうなんだね。なんか1個バス借りてバスツアー一周。なるほどね。あれ運転手は純だからね。あれそうだね、そこは別だわ。もうそこ運転手、うん、やっぱりこうやってあの人の目を気にせず、うん、ドライブできる横浜の良さってめっちゃ良くないですか？あ、こうやって、ね、わぁ綺麗だね、これはね、写真撮ってみたいな。確かに確かに。なんかで、ご飯お腹空いてどこにするとかっていうのを、なんか、まあ運転する人はちょっと大変ですけど、はいはい、なんか音楽も聴きながら、うん、でも2人だけの空間みたいな。外が寒かったら寒くないしとか。やっぱり私ドライブが好きだからクリスマスはドライブ。おーや、語ったね。